はい、こんにちは、こんばんは、ゲーム動画でいこうです。太閤立志伝 5DX ライブ配信始めていこうと思います。1570年11月22日からスタートとなります。前回とにかく三好家を攻めていきましたね。で、四国もあと3つだっけな、2つだっけ、追い詰めていきました。今回は三好家を、滅ぼして次の、標的へと移りたいと思います。果たして今川になるのか丹波になるのか、それともまた別の勢力になるのか、ぜひ、ご期待ください。ツイッチで、配信を行ってます。ツイッチアカウントフォロー、チャットコメントお願いいたします。マイツイッチアカウントフォロー&チャットコメントプリーズ。この動画いつも通り YouTube にアップロードいたします。YouTube チャンネル登録高評価お願いいたします。マイ YouTube チャンネル、チャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。ディスライブアーカイブマイ YouTube チャンネル、トゥーデイズアフタープレミアライブ、旧ツイッターである X のアカウント持っております。アカウントのフォロー、リポスト、いいねお願いいたします。ツイッター X マイアカウントフォロー&リポスト&グッドボタンプリーズ。では早速始めていきましょう。これなんていう城かな、今の徳島県阿波にある、勝玉城かな、こちらをやります。でここって今どのぐらいの勢力なんだろうか。おっと、篠原さんが正規主要で弁舌を獲得ですね。嫌です。ってことで、多くの人が今なので、まず主名から始まりますね。軍資金も70万あるし、兵も持ってるし、兵士も3万人いる。3万人いるけどな、これでも全然足りないや。村重さんですね。悪くないけどね、佐藤はトップだからといって佐藤で何できるかっていうのはまた別ですけど、ちょっと待って、今川別にまだ北条を攻めたいわけじゃないんだけどな。武田とは絶好状態、今川とは絶好状態、北条は、北条は別に絶好状態ではない。で北条と同盟を結べば今川切り取れんじゃないの。やってみるか。まあでも無理かな、だって弁舌が2だから弁舌上げた方がいいよねってことなんで、長期修行の弁舌に行ってもらいましょう。池田さんはどうかな、中途半端、もはや初期の、やっぱり初期から城主国主になって、初期から池田さんも中途半端になっちゃったよな。まあ長期修行で、浮田さん弁舌が素晴らしい、文句ない。霊峰は2ですね。ちょっと同盟をしてもらおうかな、北条家と。北条じゃなくって、
上杉と同盟してもいい結果かもしれないけど、上杉断りそうだな。あ、逆に旗野と同、旗野かな、でもね、旗野と同盟してもらおうか。旗野と同盟すれば、あの最終的にうちがあの同盟国となったら、旗野、旗野ってどこだ、八神城か。あれ、ちょっと待って、旗野は八神城にいるんだ。まあまあいいのか。ん、旗野、八神城や、旗野って八神城だったら丹波、丹波かな、丹波じゃない、八神城は田島じゃないの、旗野家じゃないな。じゃあなんで畠山が2つに分かれてんだ。長宗我部は勢力悪いな。よし、神保、神保にと同盟だ。神保同盟すればいずれはですね、あのナビ、あ、やめとこう、ナビってくれると言おうとしたけど、指名受けてないから無理なんだ。あ、そうだ、逆に従属すればいいんだよな。支配ってなんだ、従属選べない、支配は選べるんだ。いや、そりゃ無理でしょう。それだったら神保の方がいい。でもな、やっぱり味方にならないからあんまり意味ないな。じゃあまあお金稼いでもらおう、普通に切り取ろう。年齢が30歳だもんな、黒田さん。父親ですね、お父さん。まあそんなに長くないしな。鉄砲隊が3か。長期修行、さっさも実は中途半端なんですよね、結構長期修行。さあ、あなた行く、あった篠原さんですが、長期修行、修行ばっかりしてんな下馬さん。まあ、何もすることはないですからね。本願寺なんだこの人。朝廷だけでもいいんだ。半兵衛です。半兵衛は武力は優れないけど、それ以外は素晴らしい。足軽騎馬を持っている。鉄砲も3、軍学、なんせ軍学が4ってことで、あと他の能力は開墾が3ですね。算術も3、訓練は軍事機微量は高かったら高い、忍術っていう手もあります。忍術はでも2ですね。神殿開発、あんまりね、こっちじゃないよね、こっち
かな。三好さん、とりあえず長期修行かな。若くないやろうけどな。岡エースを狙えってことで、監督、あ、本当だ、開口が4になってる。ん、城はどうなの。城は3ですね。城も悪くない。でも新年開発まだできないんだ。じゃあまあ城を鍛えてもらおう。清正は戦ってもらう。この人誰だ、知らん人だな。でも霊峰と弁舌は高いし建築も高い。弁舌かな。算術も高いから、あれで使う方向に行こう。弁舌高い、算術高い、軍資金調達。三成も同様だ。三成も今回頑張ってもらう。建築上げてもらおう。城は人は石垣。誰誰か。でも42歳だろ、いらんやろこいつ。使いなさそう。今さら訓練しても無理だよ。こんなの信長にやった方がいい。購入してもしゃあないしな。建築をやるぐらいだろうな。ちすかさん、浮田忠家、政務なんだけどどれも中途半端だよな。有楽祭、有楽祭はもう建築があと一つじゃん。じゃあ建築かな。でもね、ここぞっていうところは足軽なんで足軽上げてもらいましょう。金森さんは茶道高い、算術高い、弁術がちょっと低いから弁舌を上げてもらいましょう。戸川さんは、戸川さん鉄砲が3なんですね。へえ、武芸も高い。武芸かな。武芸ってなんかいいことある。武芸かな。でも使えないだろうしな。内藤じゃまだ若いから自由に修行。花房さんは武力は高いのか。もう攻めさせてもいいし、まだ22歳だからな。ちょっと今回花房さんを攻めよう。代わりに花の刑事はちょっと別のことに鍛えてもらおう。足軽だ、次頑張ってもらおう。三好さんも高いなぁ。三好さん長生きだからなぁ。まあ頑張ってほしい。忍術ですねこれ。うん、忍ということで、鹿之助も高い。まあこれも今何人、今5人か。人本当に増えてきたよな。でも、で、長期修行は足軽かな。足軽は基本雨子が加わりましたね。でも中途半端なんです。どれもわからん、何がいいのかわからん。まあマシな霊法でも鍛えるか。残された時間が限られてるからな。うん、
この人は武芸が高いし、弓の力をもうちょっと、水軍を鍛えてもらうか。花房さん、うん、お、軍学4なんですね。足軽かな。で、花房、もう一つの花房さんは武力が高い、霊法も高い、武芸も高い、しかし足軽がパッとしないってことで、まあ足軽行きましょう。従前茶道、霊法ですかね。栗山さん、面接三術、まあちょっとこれ兵糧売却してもらおうか。熊谷さんはちょっとどれも中途半端、ただまだ16歳なんで若い、普通に鍛えてもらいましょう。ということで今なしが4人なんで、この4人で、攻めていきます。合戦です。ちょっと待って、99だから、いいえ、合戦どっち行くかだな。マギリ行くか、口行くか。うん、なるほど。こっちは小、こっちも小、ここかな。行きましょう。ん？ちょっと待った。なんで？いや、ここは攻めるんだけど、あ、ここで、あの、決定。じゃあ援軍要請、神戸さん、また勝家に頼もうかな。承諾した、結構優しい。軍団長、兵科鉄砲隊すると500しかなくなるから、やっぱり足軽隊か。この辺がなんか強そうだよな。まあでもやめとこう。あんまりやっぱり鉄砲はもっと揃えないとダメだな。でさらに援軍、おい援軍、おい、やお前来いよ、一番艦やるからさ。お、承諾した。いや、まだ早い。相手は7700なんで、あ、間違えた。まあでも来てから待つの方がいいかもね。なわけないだ、なわけない。もう任せてもいいぐらいだと思うけどな。なんかドラクエの AI みたいに、うん、そうですか。でもう完全に奮闘努力、
ベースの能力上げていこう。でもな、本当は部下の勲功を上げなきゃいけないんだよな。超音爆破。半分以上削れた。かなり減ったな。あ、まあ奮闘努力してるからか。何これ。あ、まあでも減っただけ。また熱湯だ。センナリベオタ。打てるだけ打った方がいいと思う。火攻めやってみるか。まや火力、そんなに火力、いい火力は出てないな。なるべくとどめはね、秀吉以外で刺したいけど、そうはいかんのだろうな。これなんだっけ、モチベーション下げるやつか。コブって何の、自分だけか。ヒアが飛んでくる。でまた縄文幕派と言いたいところだが、いいんじゃないでしょうか。教習、これ全部あの教習でやれば開くんじゃないの。もうダメかな。あ、いいね、花房さんチャンス、花房チャンス、開いた、ナイス。花房よかったな。さあこうなるとここで縄文爆破が生きてきます。半分以上削れる。またまたも他の敵から、ああ士気下げるだけっていうやつか。士気下げてもな。
オッケー、来たか。やっぱりまあ野戦に、あーでも少ないなこれ。なんか壁にするかな。まあでもさらに家康軍も来てくれるっていうし、もう攻めできるやん。だいぶ減ったが、まだ次のターンまではかかるだろうな。どう？まあ無理ですよね。まず奮闘努力から削ってる。削りきれないよね。来たか。いいでしょう。いや無理やろこんなの。完全に弱くなってるやろ。無理なんだこれ。ですよね、知ってた。ちょっと援軍が弱すぎる。交渉しよう。そうしよう。弁舌が高いやつ。誰も3だ。加藤清正に行かせる。もちろん。あれ幸福無理？従属はできるんだ。織田家に。あれ三好長家、あなた切り取るわけにはいかないよね。城内退去にしよう。これだとどう？やっぱりやめた。お、石川和正さん来てくれたか。裏切りそう。あれどうなってんだうちの部分。わ、縄文爆破使いやがった。あでもやれない。あれ、あ再度設置しなさないといけないんだ。これで破れたか。まだだ。これ元の場所戻してくれよ。ほんとね。まあ結構本丸に行くんだけど。お金出したから結構来てくれるよな徳川は。暇だったら来てくれそう。ノックしてる。ドアをノックしちゃってる。最初からやるの嫌だよな。だってこれもう
見破れてる状態だろう。あれ、え、移入したらこうなるの？移動した後移入しないとダメっぽい。用心棒。今情報爆破は無理なんで、今本丸だよな。奮闘努力忘れてた。今食料が意外と足りないんだよな。40日分もある。40日分しかないんだよな。あさみだれ打ちだ。ビームが飛んでいく。え、移動しないの？移任をやめる。ギブアップしろよ。呪文爆破。減ったことは減ったよな。で、火攻め。なるべくとどめは、他の人が刺したよな。もうちょっとなんだよな。でもまあギブアップするかな相手。その前にこれだけもう本丸やばい状態だったら、あ、でもそれだったらまあ来るよね。移動しろ。軍団命令交渉、加藤清正、ああ無理なのか。清正では無理で、じゃあ福島さんだったらダメだ。降伏できんのはん、これさ三好だったら降伏できないんじゃないの。じゃあ状態体育求めるか。ふざけんな。そんなもうやるしかないやろ。奮闘努力。
通に強襲だな。でもう当然火攻め。あ、でもあんまり火攻めやりすぎると良くないかも。まあそういうのやるけどね。それがうち？まあだんだん削れるが、みんな行くよな。まあでも無理かな。ビーム、うん、ヒートアップすんじゃないかな。うーん、テーフがほとんど効いてない。まあ普通に、強襲でいい。あ、結構削れたな。あ、終わりちゃうのこれ。あ、まだだ。まだですね。力攻めいってみましょう。コロク破れた？コロクがやりましたね、最後。さ、これで一番槍は誰だ？あー、でもそれでも自分か。縄文爆破の勢いがすごすぎるよね。花房さん3位だ。まあでも勲功106はすごいよね。あ、そうでした。ん？捕らえました。いや、みんな助けるんだけど。いやいや、東洋全部これ。ジッキューさんって何歳？あ、もう死んでる人じゃん。解き放つ。過労薬ってすごいな。説得する。お、超逸じゃん。三好一族は厳しいんじゃないかな。あ、 OK してくれた。この人は結構年齢いってるからな、厳しいな。切ってもいいかもな。でも過労だろ。まあ基本的にはこれしかないな。お前はいらんということで。あ、中川清秀がいるじゃないですか。もちろん東洋。基本はもう説得するで、いきます。この人誰？ま、あ、でも若いな。秀次の死後大和郡山を引き継いだってやってますね。あ、なるほど。関ヶ原では西軍にいたんだ。まあ所領没収されるよな、そら。もちろん、うん。だと七条さんだけですね。力持ち大会。あ、長宗我部と戦って討ち死にしてんのか。でもなんでこの、当然川之江城です。はい。いや、こっちかもしれない。一回戻らないといけないけどな。でも、そ
それはそれでいい。34日分しか兵糧がないです。まあダメなら帰りましょう。で、また援軍要請です。いつも通り。お、熊野水軍がいます。今回はちゃんと払いましょう。8200だから決して弱くないね。まず素内配置をちょっとちゃんとしないとダメ。弱そうに見えるんだけどな。じゃあ始めましょう。あ、意見聞いてみてもよかったかもな。まずはまあ呪文爆破をやってみよう。あ、じゃあ奮闘努力だ。最初は間違えた。そっか、相手がギブアップしたからか。奮闘努力して、まあこれはもうあの弱いんでどんどん削っていこう。でもやっぱり相手の兵の数が多くてモチベが高いとこの城のゲージの減り方って少ないんだろうかな。今回は攻められないから仙台妙丹で。強襲かな。あ、力攻めだ。強襲どんどん、いや割っていこう。徹底して割る。これ縄文爆破したら割れんの分かってるんやけどな。やっぱり一気に減るよね。なるべくやっぱり。加藤清正が割りました。すごいな。一回で縄文爆破できんと思うけどな。やっちゃおう。あ、そうなんだ。宴会激励鼓舞式はもうフルパワーやからな。あんまり下がらんよな。
結局やったとて、あ、無理だ、自己負荷だ。力攻めは普通にできるんだ。まあでも、ギブアップしろよ。じゃあもうさっさと終わるしかないな。あ、縄文爆破不可能だ。なんで？千なり秒短。割れないんだな。ひぜめで。あんまり減らないな。攻めで、これ交渉してもいいかもな。あ、無理なんだ、雨だから。半分なんだよな。分解とかあるんだけど、あ、なんかモチベが落ちてる。奮闘努力。剣士かな。いや、もう奮闘しかないですよ。どうかな。まず交渉。あ、いや違う、援軍要請。あれ、神戸さん、いいえ、戻りきってないだろう。勝家は光秀出せないか。じゃあ交渉本人、ここが降伏できるんだな。香川の香川だ。じゃあね、清正で降伏勧告してみるか。あ、難しいのか。じゃあまあ軍議終了。まだやるしかないや。あ、援軍来なかった。もう割っちゃおうかな。援軍来るのめんどくさいから。とどめ刺さんかったらいいんやけど、刺すかもね。あ、刺さんかった、ラッキー。もうちょっとやな。清正か、もういいよね、やっちゃって。はい、割れました。28日分なんだ。あ、そう、食料の問題もあるよね。お、やった、加藤清正がトップになりました。2位はまあさすがに秀吉、3位が福島正則となります。まあ、簡単に破られたな。じゃあもう最後ですよ、行きましょう川之江城へ。これってさ、
とりあえず備え配置もうしてる場合じゃない。あれあれ、いや、だよね。安藤さん1万人、北畠さん7000人。なんだ、すんなり変わらないじゃん。神戸さんお願いします。神戸さん、まあ確かにあの声局は4000人か。これもし自分がエコ服勧告したらどうなるんだろう。取らないよね。無理じゃ、無理決まっとる。援軍はもう終了したんで、攻撃開始。4000人だよな。吸い潰してもいいよな、これ。孤独な三好長家でした。仲間になってくれないかな。まあでもまず奮闘努力から始まります。作法だしね。まあ神戸さんも来てくれる言うてるし、いや楽しいな、ほんと奮闘努力。対抗立志伝俺たちはたくさんの仲間がいるんだっていう感じですね。え、これ援軍来るとしたら誰が来るんだ。最後川之江城っていいのか。ってことは天霧城だったんだ前回は。あれなんで直轄なってんだ。あびっくりした。うちの直轄だよな。でこれが川之江だな。ここはあれだ。今の伊予だから今の愛媛県だ。多分援軍来ないんじゃないの。だから千成廟丹はあんまり意味がないか。はあ、悩むな。威圧じゃないし鼓舞でもないし。挑発してみる。あ、そうや、挑発は意味ないんだ。モチベーション下がるだけだ。まあ
まあ、奮闘が効いてるとやっぱり破壊、脳の破壊力ってでかいよな。26日分ですね、持つのは。体力もだいぶ落ちてるよね、やっぱり。あ、ダメだ。まあそんなに減ってない。まあまあ減ってるけど、これ何？意識ダウンか。使ってみるか、面白そう。あ、結構下がるが。は？まあ立て直してもいいかもな。あ、上演もバカはできない、忘れて無駄遣いしてしまった。そうだ、どうじゃないや。香川の香川を、割れ切れない。まあ無理っぽい。やばいな、割れちゃうやんこれ。いいよいいよ、全部ビームだった。あ、持ち目が上がる。で、大弓でこいつを攻撃、香川の香川をやれんじゃないのこれ。降りた。ちょうどこの時来たね。さあどうなる？なかなか強いな。
まあとはいえ、行かないわけにはいかないんで、ここで待機。まあ来るよね。食料なんだよな問題は。まあまだ。いや、まあ使っとこうか。あれ？あ、あるある、奮闘努力。え、何これ、撃つじゃんこいつ。ここまで行って、強行突破ってできるんだっけ？できません。で、ここで、一斉攻撃だな。動けよまともに。あ、基本中の基本だな、この連携攻撃は。
これ秀吉だとしたらあんまり良くないな。お前がここにいるからダメなんだよ、本当毛利の野郎。これってちょっと待ってよ、連携なるほど。そうでした。なので、ようやくやってきた。嘘でしょお前。いやいやいや、無茶でしょ。でしょうね。本当は聞いてるんか。せえな。なんか さすがにちょっと深追いは危険だ。してくれないんや。なんかやれんのかな。
まあでも待機、待機、どうしよう。ないのかな。かわいそうに。なんか無理なんかな。そういや、全員待機。あと29日分か。全員待機。食料が消えた、帰ろう。上陸を待つんだ。やっぱり相手の。じゃあ陸で戦った方が絶対いい。早く来い。来ないのか。丘の上上がってこれないのか。強い。
やってきたか、ついに。一回行ってみよう、待機。そう。連携はできるんだ。なあ、ほな。ん？ちょっと待って。ちょっとだ。オッケー。機械はでかいが。清正、もちろん幸福勧告行きましょう。
あ、勝ちました。戦国大名としては三好家はこれで滅亡です。犠牲は結構大きかったですけど、やってくれましたね。1回は加藤清正、話をまとめたからな。自分は良いですが、戻りましょう。やった、2000上がった。そうです、うちはこれがあるんです。あ、香川の香川だ。プレゼントをやらないと。味方になったばっかりだからな。イソップ、じゃあ行きましょう。まずはちょっと うちはそんなに時間はないんだよな。半兵衛だ、もちろん OK です。あんまり持ってきてないけど、弁舌取得して足軽足軽霊峰と全員成功しましたね。そして下間さん見てくださいよ、朝廷貢献度16上昇です。あと鉄砲も買ってきましたね。表情いい。ああ、また引き出しましょう。そして、あ、まあいいや。都市へと待つ。ですよね、美味しいよね。でもついに達成しましたよ、やっぱりね。そうだ、茶会もやらないと。下間さんだ。さあ行きましょう。拠点戻そう、まず長浜城に戻します。で、あ、ダメだ、そうだ、根拠期間頼むよ、会わないでくれ。あ、よかったよかった、会わなくてよかった。長浜城を拠点に戻ってきました。セーフしとこう。お、さらにお金稼いだ。建築建築弁、さあ主名伝説です。あ、しかし三好実久さんが大変だ。三好実久さんはちょっと休ませましょう。そして長兄が入りましたね。でも実質ではもう死んでるんですけどね。政務が高い、89は優秀だ。ただ問題はどこまで生きられるかだよな。足軽騎馬もなかなか優秀、軍学悪くない。鉱山霊峰、算術はパッとしないから、まず徴兵してもらおう、徴兵してもらおう。5000人、最低限だな。
そっか、ここが姫路城が14,000人、10,000人、まあ最前線だからな、ここっていうのもあって、やっぱりここでしょう。3,000人しか今おらんのか、さすがにそれはまずいです。さあ三好長逸さん、微妙だしちょっと年いきすぎてるよね。治安向上とかお金もかかるしな、訓練ぐらいしかないな。うん、中途半端な人たちばっかりだな、ほんと。香川の香川は何歳なんだ ?44 でこれは厳しい。下馬さんは何かあげてほしいが、差がないんだよな。鉱山。鉱山か。鉱山開発ってどうなんだろう、よくわからん。いや、有岡城で後半鉱山開発してもらうか。半兵衛は、半兵衛は統率が上がってますね。やっぱり軍資金でしょうってことで。ん、でもさ、軍学とか上がるから、あとこの人は補修できない人か。支配するか、自分が行ってギブアップさせるか、ギブアップっていうか勢力を収めるかですよね。治安向上51、52はそんなに良くないな。81、29はひどい。40、30、他エースを狙いは建築がすごい。じゃあもう建築をしたいと言いつつもできないっていう感じか。現実が高くないから、開墾とかだったから、これは神殿開発だろうな。でも新年開発ができないんだよな。人材調査、忍術が欲しいよな。うん、長期修行に行ってもらうか。ちょっと待った、でも何がいいか見ないとな。軍学、清正は、清正今回修行のターンだよな。騎馬、鉄砲、鉄砲かな。いや、軍学、弁術は高い、弁術算術は高いから、もう算術のみですね。算術上げてもらうのみ。官兵衛はもう完全に軍資金調達か、あれかだよな。でもまずは、治安向上だよな。はい、
レナがもうベンチャー工場って武芸と弁術か、武芸1個しかないから無理だ。具資金調達ですね。結局金なんですよね。八スカ、むしろ小六の方が治安向上だよな。福島さんなんかもう悪知事は言ってんのか。じゃあ治安向上でも、ここは微妙だよな。40代だったらやばいと思っといた方がいい。ここに行こう。増田さん開墾読んだ、鍛えるかそれとも開墾してもらうかだよな。まあでも長期修行建築かな。ちょっと待った、三好康永結構大変な人が多いな。まあ何もできない人だ。まあ20なんで、ミスナミチミスナリですね。文学はないか、建築とかか。この上さ、茶道が高い。弁術、弁学、弁術あげてもらおう。中川さん、仲間になりましたが、正直は、普通に長期修行だよな。花房さんは武力高いんだ。じゃあ、足軽あげてもらおうか。花の刑事鍛えるターンですね。牙を上げてもらいましょう。雨子、雨子は霊法が高い。武芸、まあまずは足軽だよな。この人はちょっと難しいよね。霊を算術かな。京極さん霊法と弁舌、弓術武芸忍術、忍術行こう。忍忍花房さんをすごいやん。これ訓練だろうか。あれ何これ、弁舌あげてもらおう。ちょっと待ってスペック見てみよう。弁舌あげないと意味がないよな。弁舌あげましょう。で古田さん、霊法作動は高い、医術もいい、開墾かな。開墾ですね。誰、まあ算術か弁舌、算術。芝さん金ですよ、金弱いな。まあ31歳だからな、本当に能力低いや。
以上かな。で、輸送。まずは、まず、これだけかな。で次、物資を集める。軍馬を集める。大砲を集める。ご飯になった。他はみんな5471人だ。でもね、もっと待ってよ。輸送先をして、いや違う、輸送先をここから兵士5000人、軍資金は大丈夫だな。決定。ちょっとまあこの辺は、いやこれはいい。兵士、長浜城って今兵糧が3万石ぐらいしかないのか。
27万巻か今。兵士、兵士はまあ1000人ぐらいが言っただろうな。岸田城はいいわ。1万5000ぐらいかな。岸田城も。1万5000ぐらいで。とりあえずこんな感じでいいや。とりあえず。表情終わったんで出ましょう。ん？鳥居さんだ。あ、ラブラブ度高いんだ。じゃあいいや。なんじゃそれっていう感じですが、安土城行ってみましょう。そういえばな、西三次安土桃が卒業ですね。って何言ってるんだ。あ、安土で思い出したが、なるほど、従ってくれる人なんや。民家いないのか。酒場、久しぶりの酒場。用心棒、高くても強い人。お、安いな。本当？10巻しかない。あ、前田さんじゃないですか。誰？出ましょう。で、あ、そうですか。元服実給。あ、そうだ、直してから来た、よかったんだ。何これ。
ウコン、少々。なんだこれ。そう、指名をチェンジ。ワンオペする必要はないしね。この絵か、この絵。少々。ちょこれって何？あ、そうか、朝廷貢献度が上がってるから、もしかしたらここに名を預けたのかもしれない。そうだ、アンチを、ノキザルを里行ってみるか。指名申しですね。勢力攻略、今川。やった、今回は認められました。まあ、当然北条が攻めてくると思うんで、これは嬉しい。藤間さん仲間にするからなってことで、もうたくさんいますね。渡しましょう。もちろん満金丹。赤松さんなかなか大変だな、みんなダメか。そう、なんかみんななんか薬が違うって言ってるし、これ割合なのかな。ありがたい、喜んでもらえた。おお、いつの勝手に上がった平手さん。薬渡すだけで、あ、佐久間大丈夫かな。お、直し、直、なんかやぶ医者っぽいけどな。
治りまくってるな。そうですか。手汗、技術指示は無理。関係があんまり良くないからな。例えば浅野さんだったら、え、まだ25歳やんこの人。いや十分です。危ない危ない。なんかこれ健康診断時の聴力検査みたいだ。ダメだ、最後がダメだったな。ガモンさんじゃないですか。あ、ないのか。そう、ガモン味方してくれなかったんだよな。太田さん、これ太田さんだったらなんか教えてもらえるかも。太田さんはどこだ。いた。でまずお茶をやって、プレイできる。いやそうじゃなくって、いや十分出た。発射、え、なんで、あ、強くないからだ。あ、なんだ俺。まず、一個だけやな。でも、もう、OK。これはもうみんな高い方へ。いや、そうじゃなくて、このぐらいかな。 OK。 あ、一個だけだ。残り一つ、ちょっと弱めて、あと二発。OK。 20も射抜きましたね。サミダレ打ち来た。出ましょう。表示簿、気がつけばあと8日しか使えなくなってしまった。ちょっとね、ここ行きましょう。軒猿、
出た、親知らず子知らず。今北陸自動車道のサービスエリアがありますね。有名なとこです。戸隠しを忍び屋敷だっけ。わすごいな。まあ1万ぐらい渡しとこう。でそうだ、教えてもらいたいんだ。あれ、そう、指名であれすればなんか仲間になってくれるっていうのもあったような。引き抜き、不死になるつもりはないと言ってますね。そうか、そのためにまずは出た、最大奥義。え、何これだ。え、違う、こっちじゃない。もう間違えないことが大事。落ち着こう。ひげ、暗示きた、終わった。で当然自分で薬を飲む。危ない薬を飲んでみたよってことで、はい、ということでもうここは用はない。出ましょう、帰ります。あ、何やってんだこれ、誰と誰がやってんだ。北条と武田がやってる。えぐいなこれ。とりあえず本拠に戻れば、戻らないといけない。え、海は嫌だ。なんかバトってますね、富山城では。バトってダイナソー、ん、池田さんが待ってました。まああんまり重要でないんで城に戻りましょう。もうほぼ住民安定度アップは結構でかいな。であと、あ、失敗してる人も何人かいるんだ。花の刑事も失敗だ。もちろん。おせちやな。茶会堂開くか。金庫、入金、あ、金庫、出金、軍資金。
で、ここまで行って一度セーブして種名するんだけど、当然そんなことはせずに、あ、そうだ、三好長逸が病んでんだ。ちょっと薬をあげよう。お塩をこう、あ、出た。決定。4問目。次へ参りましょうってなんだ。は、まだなんかあるんだ。ルービックキューブ。あー困ったな。違う、こっち間違えた。いや、え、表情へ行きましょう。そっか、病気してる人に薬を渡さないとダメ。あとはまあ大丈夫だな。城へ戻ろう。指名伝達。まず荒木さん、弁舌あげたいね。足軽あげると手だ。
長期修行で足軽を上げましょう。で、花の刑事が前回失敗してる、会いたいな。でも足軽を上げます。池田さんも足軽があと一つだけど、戦うっていうほどじゃないんだよな。まあでも2つ以上がない。もうどこでもいいや。正直上げる才能がないか、しても頑張ってもらうしかないからな。浮田さんはこれは軍学3か。なんか徴兵、久しぶりに徴兵かな。徴兵するよりは安定度上げよう。牛尾さんは何もできないよね。開墾あげとこう。香川の香川、軍学が一番高いが、それ以外はパッとしない。軍学だな。弁舌かもしれない。黒田さんいいですね。みんな父親か。どうしよう、どうせ戦わないんだけど軍学でもあげとこうか。さっさ、さっさね、さっさ。今回は修行ターン。足軽篠原さん、弁舌上がらないのはもったいないな。算術のみで上がるものがない。建築が4。武芸って何かあるの。笹じゃない、笹原さんか。弁舌上げないとダメだよね。とにかくお金だからな、このゲームは。算術。半兵衛は、無資金調達だよな。長慶さん、長慶さんいらっしゃい。長慶さん、結構どれも4いってないけど、どれも強いってとこだよな。ただ寿命が問題だよな。寿命的コスパが悪くなる危険性はある。弁舌かな。三好総尉もいる。どっちが上？長慶の方が上。総尉の下なんだ。足軽を上げましょうか。で、岡エースを狙えば建築開墾。建築開墾したい。しかし建築開墾が上がらない。
じゃあ他の要素を上げた方がいいってことか。武芸でも何でも鉱山かな。加藤清正は攻めてもらうんで今回は動かない。彼女は弁舌と算術が高いんで、軍学が2か。商労売却、商労売却だろうな。官兵衛、官兵衛も、官兵衛は軍学が高いんで治安向上だろうな。川之江城へ、シエナガが軍学は低い、しかしこれなんで具資金調達。コロクはどうするかな。コロク、今清正と、清正だけだからやっぱり攻めてもらいたいな。これ福島さんもそうだけど、増田さん建築と開墾算術が高い。算術かな。足軽高いんだな。まあ時間がないんで足軽を上げよう。中途半端、本来なもう死んでるはずだからな。仕方がない。この辺は何もできない感じやな。うん、石田三成弁舌を上げてもらおう。軍学も上げたいな。軍学行ってもらおうか。来た。中途半端すぎだろう。ってことで、ちょ、自由な長期収容。有楽祭が、茶道霊峰が高い。朝廷工作してもらいたいが、本音としては、それはないんだろうな。足軽軍学。金森さんは弁舌が高いが今回は軍資金調達。戸川さん鉄砲が高い、武芸も高い、足軽はそんなに高くない。軍学かな。ジョアン中途半端、うん、まだ若いし普通に長期修行。中川さん軍学が高いんでそれを生かしたい。軍学で花房さんが、あ、まあいいのか。何をあげてもらいたかったっけ。鉄砲かな。誰か鉄砲調達してほしいよね。あ、忍術だ。鹿之助だ。レベルは高いよな。ただ今1,2,3だからちょっと今は、引き続き長期修行。雨子は霊峰が高い、足軽も高い。足軽かな。軍学は高くないんだけど、
あときさん、霊法と算術。算術だな、なら。こういうの使えるところを限られるか、結局スペシャリストじゃないとダメなんだよな。軍学はダメ。忍術が18歳高い。京極さん、京極さん霊法が高い。霊法、霊法だね。名前の通り京極だから。え、何これ、忍だろうな。七草さんは、牙、まだ鍛えられるよね。演説を鍛えてもらいましょうよ。算術はゼロか。弁舌、これも弁舌だろうな。ふたさんは茶道と霊法が詳しい。開墾です。なんかこういう人多いよな。算術かな。あ、忍法が高い。でも算術と弁説がもう高いとなると、鉄砲が3、軍学悪くない。鉄砲購入かな。中途半端だな。でもその中で一番高いのは霊法ということですね。もうこれは完全にあれですわ。でも軍学上げてもらった方がいいかもね。ならばこれで、鹿之助、福島、加藤清正が、いきます。いきなり引き馬場はしんどい。でも行ってみるか。あー、でも無理だな。高天神城の方もなぜかあるんだ。1万1000あるんだ。林さんお願いします。イエー、ダメでした。うわー、鳥居さん、スタート13,500。まずは、まず数としてはリードしてるよね。あ、なんかしかも高天神城しょぼい。早く割って。援軍要請しゃあないな。
庭長秀は無理だ。ちょっと数が少ない。これを削るのはちょっと惜しいな。自落した。じゃあ行きましょう。スタート。船内病棟じゃん。まあ船内病棟でもいいけど、まずは奮闘努力。あんまり破れない。と努力をしないとあんまりダメですね。あれ自動であのあれが割り振られるのか。別所さん本当にかわいそう。もう終わります。一気に減った。で奮闘努力。剣士奮闘。うまー。全部備えたいでしょうか。でまあ当然千成病棟。ダメっぽい。見慣れ打ちを打ってみても、もうちょっとだ。割れる。 OK、 大手門攻略。まああんまり援護もらえなかったな。まあ野戦になった時に盾として使えるというメリットある。おまけに鉄砲持ちまくってるしな。力、ああまあまあ、でもここはまあ普通に千成病棟やな。ことを重視していこう。
割らずにできれば打ってほしいが、まあ、当然来るだろうな。知ってた。まあ、ね、ここはもう呪文爆破。あんまり減らない。ん？今いくつあるんだ？あ、無理だ。次のターンまで持つ、もう。努力もできないのか。1名ダウン。もう来るかな。いや、承諾した。自身幸福。やった。ナイスー。来る前にせ、あの、落としましたね、高天神城。まあ、そうかい、勲功は自分になって。先行は自分になっちゃいますが、だからあんまり空港を稼ぐことはできなかった。行ってみるか、引き馬城。これ激戦です。援軍を要請します。水軍です。あ、これはもちろん6000ぐらい払って来てもらいますよ。じゃあ戦いましょう。数ではそんなに差がないんだよな。つまり守る側の方が不利、守る方は有利。
じゃあまずはまあお作法とし、お作法をやりますか。てかね、逆に不利な大将をあの炙り出して打つっていうのも手かもね。これって神速かけた場合って冷たり打ちとかあるんだ。まあ硬いからな普通に。半分削れた。意外としょぼい。まあでもまだ入り口でしかないからな。なんかすごいなこれ。わ、すごい軍勢だ。まあ絡めてしかいけないですかね水軍は。でも助かります。まあ多分野戦になると思うんで、うん、再度千成秒短、この繰り返ししかないよね。早く大手門をぶっ潰さないと。もうちょっとだ。どうだ？おっと終わった。で当然のごとく一旦目は縄文爆破。一気に減りますね、減りますね。結構減ってくれるからな。まあ割った実績は残るしね。大正解だったな水軍。知ってた。ただな、数が上回ってるから引いちゃうかもな。あ、今川軍なんだ。まあ今でいう浜松城だからな。ダメっぽい。割り切れないね。あー、わずかに及ばず。
だいぶ減ったな。減ってる減ってる。来た来た。岡部元信がやってきたね。さあ勝負です。いいでしょう。あ、引かなかった。大将誰だ、敵の軍団長。こいつだ、備え大将だ。軍団長だからやっぱり奮闘努力だろうな。来たか。このターンでは攻撃できない。2番揃え、4番揃え。あ、軍団長は無視か。モチベは下がった。これどうなるんだ、虚構突破かけると。あダメなんだ。二重の場合は打ち破れない。これを攻撃、オッケー。近づいた。いや、まずは OK。
考えたら備え対象しかいないのかよ、引き馬場は。いやー、水軍が頑張ってくれますね。ウドの水軍が強い。これ追っかけます。秀吉はどこまで移動できる？あんまり移動できない。あ、そうだ、こいつやっとこう。でも、いや、そんなに秒単、潮に下がったんじゃないの？あ、そうか、潮に下がったんだ。軍団長岡部さんだ。
一気に減ったな。あ、帰っていった。もうギブアップした方がいいね。福島さんで備え対象だからギブアップするでしょう。うん、平和的解決。これな、なんか一気に攻められる感じやな、まだまだ。さすがにトップは秀吉だけどな。で、また戦う。3つ戦いますね。駿府城も行けるし、広告事情もいける。でもまあ二股だろうな。二股に行きましょう。これ最後かな本日。まあ体勢立て直してもいいけどね。1万ちょっとしかおらんし今。まあ援軍要請するんだけどね、家康に。ちょっとお金は払いますよ。いや、さすがに、兵力差は、あ、なるほど、まあ、兵力差はないよな。確かに。移動忘れてた。は？まあまあまあ。え、北条が攻めたの？そっか、普通に奮闘努力か。誰だっけ。ああ、ごめんです。助けたんだな。早く二股城は潰してしまおう。でもやっぱ北条怖いな。あんまり減らない。何やってんだバカ。え、
3.5倍。もう関係ない、力攻めだ。これはあの ガンガン。てか普通に数を近いギブアップできんじゃないの。早く引き魔女に取って返さないと危ないぞ。うちジョモバカは無理なんか。まあ無理でもいいや。今ターンは千なり秒単で。ないんで強襲だな。どうだろう、強襲。あ、ダメだ、わずかに及ばない。開いた。本丸だよなこれ。軍技早く終わらせないと。出た三河武者、相手の持ち目が下がるやつ。いやギブアップするだろうこれ。はい、交渉です。今度はどっちだ、どっち行こうかな。10歳って若いな。弁舌、頼みます。ですよね。二俣城でもう戦い起こってるからな。2火星目標として、あれあれ嘘、引き魔城に行けないんだ。いやこれおかしいと思うんだよな。一回戻るっておかしいじゃないの。まあ戻るか。こんなん引き馬城落とされるやん。え、これって。
いや、だってさ、いや、おかしいだろう、それ。無理なんかな、確か。え、援軍って出せないの？我が勢力から援軍を送ってはそこには軍団送れませんって、なんだ？どういうことだ？止まった。じゃあ拠点移動で、あ、無理だ。じゃあ二股城に拠点を移して、今100だから本拠に移動開始。一旦セーブ。強力近づいてくる。あ、引いたい。え、なんで？なんで急に切られたんだ？何か？何これ？何これ？
無理だわ。ふざけんな。すぐ薬で回復。よかったな。なんて、もちろん援軍出すよ。まずその前に朝比奈さんがいる。ミクルンルンじゃない、朝比奈さんか。まあでも何も役に立たないから修行だよな。なんでこの人いるんだ。ああまあまあいいや。で鹿之助が84、勘兵衛が資金調達、やれることこれのみで、当然こんなの守りに行くしかないだろうよ。うん、え、なんでこんな兵士少ないんだ。ちょっと待った、輸送、輸送す、よし、2万人で、具志堅は大丈夫だな。兵糧全部、群馬3000、このぐらいで。一番になった。これって別に城を攻められても意味ないんだよな。じゃあ奮闘努力からスタート。ちょっと待った、大将誰だ、敵の。これは5番ゾーナイ、大将は宇治安ですね。こっちの今川の大将は宇治政か。宇治政全部倒さないとダメだっけ。宇治安と宇治政倒せば OK。あれさ、これって
強い。連携だな。
何？あ、これでもまだダメなんだ。ついにあのグッズが逆転した。オッケー。あ、そうだ、両大将を倒したんで勝利です。防衛です。よかった、あ、間に合ってよかった。なんだこれ、知ってる。早く食わせてほしい。これ人事、王人事ダメか。
やめとこう。一旦ちょっとセーブ。ちょっと病気の人がいたらいいけど、今のとこないな。でも、30日はもったいないもんね。詰められたら嫌だしな。ちょっとね、腹立つんで、これ。帰ってきた。1万金庫出金軍資金少ないな。まあまあいいや。そうだ、表情の間に行って、まず拠点移動どっちがいいんだろう。高天神城がいいのか引き和城がいいのかっていったら引き和城だろうな。で引き和城にの前に、お前、まあやろうかなと思ったけどやらない。岡カザーに会ってみる。あ、すごい武力高い。いやでもあと2畳なんだよな。水軍鉄砲と順々に取得。前田刑事が戻ってきました。で輸送ですね。まず最善、まず
最前線に輸送した上で兵士ですね、兵糧ですね。その上でだ、さあ三好長慶がいる。三好長慶はもう結構すごい、武将クラスなんか、まあ武将クラスってなんかねえ、軍学か。鹿之助軍、新年開発とかまだ全然できないんだよな。持ってんだけど。で、これが。武芸ってなったっけ、武芸、あ、武芸なんだ治安工場って。で、輸送で、これ取られそうだな。で、軍資金。兵糧ゼロ国ってやばいじゃん。群馬。群馬全部、小筒も一応全部でいいかな。よし、千人、嘘、なんで千人なんだ。天神じゃん。さすがに千人はまずい。
方法がない。こことかやばいよな。うん。マジ。うん、とりあえずここまでですね、今回。
まあでもすぐ攻めるっていうのは難しくて、最前線から攻めたいとこですよね。はい、ということで今回は、まあ、引き続き今川の攻略ですが、今川と2つです。駿府城と広告寺城を攻めれば終わりです。このままもう指名北条で行こうかなと思うんですが、まあそうはいかないでしょうね。まあとにかく飯山城も武田取られちゃったし、武田もう飯田城しか残ってないですよ。マジでやばい。しかも将って武田大ピンチです。猫寺神保とか畠山義綱とか椎名とか、この辺の弱小勢力はやばいですね。これ上杉か。ちょっと北条が強すぎる。さすがにまだ東北進出は防がれてないし、ここに上杉がいるとはいえ、北条がちょっと強すぎるんで、これなんだ、結城家か。結城家はひっそりいるんで、倒した後はこっちに行って丹波攻めと言いたいとこなんだけど、うん、ちょっと心配ではありますね。今回は、ま、この四国三条を切り取りまして、東移って今川攻め、今川を全滅させるような主命をもらってます。ただ結構補給線が伸びちゃってるんで、どうするかですよね。二宮魔女は取りたいよな。二宮山、小田原、下山あたりは取り行きたい感じ。もしくは内政で切り取るかですよね。内政でこいつここの小田原に行って引き抜きをかけるかですね。ひとまず しばらくはちょっと攻められないと思うんで、今川は攻めないといけないけど、丹波に行こうとしても安心はできないんで。引馬像に置いとくかもしれないですね、勢力は。はい、引馬城か駿府城に置くかもしれないです。はい、ということで、次回は今川を滅ぼします。その後はできれば丹波に行くか松永攻略をするかですけどね。まあ丹波に行きたいがね。ということで、なかなか容易じゃないですけど、
いよいよ北条と接してしまってるんで、北条を攻めながらちょっと少しずつ、あ違う、今川を攻めながら北条を切り取っていくしかないっていうところですね。はい、九州はまあ大友は頑張ってくれてますんで、止めてくれてるんで、イモリを。それは普通に嬉しい限りです。ということで、次回お楽しみに。よろしければ、スイッチのアカウントフォローお願いいたします。 Please my Twitch アカウントフォロー Please。この動画のアーカイブ YouTube でアップロードいたします。ぜひ見てください。 YouTube チャンネル登録高評価お願いいたします。 My YouTube チャンネル、チャンネルサブスクライブド&グッドボタン Please。 This live アーカイブ My YouTube チャンネルアップロード2 days after。 旧 Twitter である X のアカウントも持っております。アカウントのフォロー、リポスト、いいねもお願いします。 TwitterX マイアカウントフォロー&リポスト&グッドボタンプリーズ。はい、ということで、太閤立志伝 5DX ライブ配信をお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。